福島原発の危機がエスカレートする中、中国人は今塩の買いだめに走っています。海が放射能に汚染され、安全な塩が手に入らなくなってしまうと案じているためです。店の棚からは塩が消えたほか、これに乗じた便乗値上げで価格が数倍に跳ね上がりました。中国各地のスーパーや雑貨店の外には長蛇の列が出現しました。店員は休むことなく客に売るための塩を測っています。こんな中、便乗値上げが起こり、価格が当初の数倍まで跳ね上がりました。今天早上出去加油，看到很多人呢在街上成群结队的，大家在买盐。开始的是1.5元一包，后来买的2.5、3块、4块、5块、6块、7块，还有人在买。中国の首都北京でも塩の買い占めが深刻です。スーパーから市場、小さな店まで塩が姿を消しました。反正盐，我今天上午转了一圈到市区去了。大超市全部没有，我又坐了1个多小时车，大兴区啊、丰台区啊，到处去看看，到了农村小批发市场和小卖部，哪怕很小的小卖部都没有盐，货架上全是空的。北京市のあるスーパーの店員も、北京の各スーパーでは食用の塩はすでに売れ切れたと話します。各个商家都是这样，他在供货，但是供货是供不过来，谁也不能保证您什么时候有，什么时候没有。现在他缺不缺盐，他都要买两袋，他那个肯定是不够的。您特意在那等着，他也不知道什么时候来货。目下北京ではスーパーで品切れを起こしているほか、卸売店でもかつては山積みになっていた塩が見当たりません。店の外には塩の購入を待つ人でいっぱいです。この数日、中国では日本の放射能漏れにより海が汚染され、安全な食用の塩が手に入らなくなるとの噂が広まりました。さらに、ヨウ素入りの塩で放射能汚染を予防できるとの噂も、買いだめに拍車をかけました。これを受け、中国の各地方政府は噂を否定する記者会見を開催。しかし、政府は長らく信頼されていなかったため、かえって不信を招きました。昨天那个中央新闻播的辟谣啊，不辟谣还好，有些民众说对中央有点不相信了。你越辟谣，民众越感到恐慌。日本で原発危機が発生した後、中国のほか香港でも放射能汚染へのパニックが起こりました。塩以外にも放射能汚染を予防するのに有効とされる塩素剤や塩素入りの塩、マスクも買いだめの対象になっています。しかし専門家は、ヨウ素入りの塩はヨウ素の含有量が少ないため予防の効果はないと指摘。また過度にヨウ素剤を摂取すれば逆に体を傷つけると警告しました。新東人テレビがお伝えしました。